これなんだ。産業中、どう見てもカブトガニ。なんでメカの話でそうなるんだよ。前にさ、こんなこと言ってたじゃん。これにさ、もうちょっとボリュームつけたら。つけたら1984年の人防衛戦闘機になるかなって。スーパー X。 まあ、それよりも他にやりたいことがあるから後回しになったけど。後回しにしてたのができたんすか。出来上がったのがこちら。え、なんだこれ。思ってたのと違う。コクピットじゃないし、港で作ってるし。操縦権を右にしてっと。新しく追加された多機能ディスプレイのおかげで、ようやく操縦室に収まった感じだな。操縦席一面スイッチだらけになっていたのが、だいぶスッキリした。途中の段階を知らないからなんともコメントしづらいっすね。いや、それよりもこれ全然スーパー X じゃなくね。よし、発進準備完了。出撃、アッサー、らしです。もっちゅー。ああ。別の方向の趣味に走りやがった。ついに新しい参戦。白い悪魔。もっちゅー。毒舌。もっちゅーちゅー。ヒグマの餌。あんだとてめえ。猫とは仲が悪いんすかね。仲良くなれる要素がないわな。そんな字幕見なきゃ何言ってるかわからん奴を実況動画に入れるなよな。うるせえぞ。それで、この船っすけど、なんて言うんすか。アッサーらしです。アッサーアクバルみたいな名前だな。アザランシウスとかも候補だったんだがな。なんか中世ヨーロッパに出てきそうな名前っすね。アザラシウスと似てるからやめた。アザラシウス。お腹周りはカブトガニレベルにごちゃごちゃしてる。ノーマルモードならではのごちゃのせ。ウインチコネクターとかマグオールアンカーとかいろいろついてる。ほん。で、早速だが、ミッション発生してるぞ。なんよ。沈没した潜水艇の救助のやつな。満足モードでは深度 100m から要救助者を泳がせてたやつっすね。もっちゅーちゅー。ちょうどいい。アッサーラシデスの実力を見せてやろう。アザラシってことは、潜水できるんすか。無論だ。あ、文字が逆になってる。注水する方がタンクブローになってたぞ。スイッチの位置を変えた時にごっちゃになってたか。まあ、後で直すとして。タンク注水には時間がかかるから、時間短縮用のタンクハッチもオープン。天井が開いた。腹部も同時に解放される。で、深度調整用のスクリューを起動して、喫水を捕獲してっと。解放されたハッチからメインタンクに流れ込むってわけよ。アザラシの内臓の様子。ポンプで中排水するよりずっと早い。で、ある程度タンクに水が入ったら、姿勢を変更して上部からも流し込めば、一気にタンクが満水になる。この機構によって潜水までの時間が飛躍的に短縮されたぞ。ほん。トモチャスキークラフトを搭載した結果、可能になった手段だな。そういえば、確かにスクリューが見当たらないっすね。トリムダウン、上部タンク注水からそのまま潜水。チュチュチュ。うわぁ、本当に潜ってる。上部ハッチから一気に水が流入してるっすね。ポンプだけで満水になるまで待つより10倍近い速さで溜まる。もっちゅーちゅーちゅー。タンク満水だからハッチ閉めてっと。インジケーターランプはハッチの密閉確認用。海の中を泳ぐアザラシ。めっちゃアザラシしてるっすね。サーチライト起動。もっちゅーちゅー。また無駄にギミック仕込んで。さあ、潜水艇まで急ぐとするか。ちなみに、水中速力は25m/s くらい。水中を時速90キロっすか。もうちょっと頑張れば馬昇火時期の110キロも目指せるな。もっちゅー、もっちゅー、もっちゅーちゅー。早すぎて潜水艇を通過してるっすよ。緊急ターン。もっちゅーちゅーちゅー。でかい図体の割に旋回性能高いのな。さすがアザラシ。海中適性高いっすね。もっちゅー。潜水作業用だから水中での運動性はかなり高い。深度もピッチもロールもスラスター制御でガッチガチに固めてある。おかげで中排水ポンプが貧弱になったから、タンクハッチシステムを取り入れたわけだ。潜水艇確認。お、なんかこの絵よくね。照らしてるのがアザラシでなければな。レスキューに来たヘリとかにライトで照らされて、助かった、ってな感じの絵になりそうじゃね。あー、それめっちゃワンクール。記念撮影。いいから早く助けてやれよ。せやね。アザラシアーム。もっちゅーちゅー。もっちゅー。なんていうか、無駄にすごいっすよね。さらに、アザラシクロー。ちゅーちゅーちゅー。あ、なんだろこれ。RB79 ボールが頭をよぎるんだが。あ、それだ。なんでよ、意味わからん。爪の先にはスモールコネクターとマグオールがあるから、そいつで捕まえよう。接近して、潜水艇のコネクターに爪の先をぶつけるんだ。もっちゅーちゅー。ゆっくり慎重にな。もっちゅー。なんていうかさ、アザラシが潜水艇を襲ってるようにしか見えない。同じこと思ったっす。格闘すること数分間。もちゅーちゅーちゅー。右手のコネクターが接続。潜水艇の形的に、左手のコネクターはつけられないから、胴体のワイヤーコネクターでもう一箇所繋げておこう。ここはマニュアルの潜水作業なんすね。先にワイヤーコネクターをつけておけばこんなことにはならんかったのにな。そうなんすか。
可動範囲の狭いアームコネクターを先につけたからワイヤーコネクターが届かなくなって潜水作業してるんだろ。まあ、そうだけど。この作業でいろんな機能を紹介できるからいいんだよ。まずは胴体のウインチでワイヤーコネクターが使えるってこと。そしてもう一つはコクピットの排水能力だ。潜水艇はハッチを開けたら浸水して水が溜まるが、こっちはちゃんと排水されるのだ。潜水中にハッチを開けることがおかしいんだがな。ともかく、潜水艇をカッコしたから浮上しよう。アンカーマグオール解除。アンカー引き上げ。モッチュアンカー巻き上げ確認。浮上する。アップスラスター全開。タンクブロー。チュチュチュ浮上したら、海面付近で潜水艇から要救助者をカッコして乗り移らせるぞ。結局、泳がせるんすね。だってこいつ潜水艇救難艦じゃないから、救助作業には限度あるねん。本来の用途は何なんだよこれ。いずれわかる。ほん。間もなく水面。そんじゃ、乗り込んで要救助者を担いでっと。このくらいなら溺死しないべ。NPC ダメージオフにしてるからわかんねえよ。こないだみたいに深度 100m から泳がせるよりはマシっすけどね。もっちゅうちゅう。今回はちゃんと人道的だろ。で、座席にウルトラハリケーン。タンクベッドでもいいかな。普通に寝かせてやれよ。じゃ、あとは病院に運ぶだけだな。その前に、潜水艇を切り離すっすよ。はい、ガッチャーン。そこはガラスに言わせておけよ。ジェディを慣れてないから多用するには時間が足りないんすよね。すっごい。軽率に真似ようとするからだ愚か者ね。ひどい我ようっすね。俺様のガラス細工のような心が砕けちゃう。精神年齢だけはガラスの重大なおっさん。もっちゅじゅー。お漏らしか調子に乗るな。さあせん。ハッチからの緊急排水も効率良いんすかね。ポンプとフルイドポートを大量につけるよりは、ギミックの容量は少なくて済むな。浅いところでないと使えないから、深いところでの排水にはポンプが必要だけど。スラスターで深度調整できるから、アッター嵐ですでは困ることは少ないな。ハッチの位置的に完全に排水しきれないから、最後の方はポンプが必要だけど。ほん。アームも格納しておかないとっすね。チュー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 チュこれでよし。さっさと病院に送ろうか。ついにスルーされ出した。前からくどいって言ってるっすよね。もっちゅー、もっちゅー、もっちゅーチュチュチュー。うって。水上航行は 9.5m/s 程度。時速 35km くらいしかね。潜水したままの方が早かったんじゃねえの。なんで排水しちゃったんだよお前バカか。黙れ大バカ野郎。もっと早い移動方法があるんだよ。アッター嵐ですの本気を見ろ。左の操縦席をアクティブにしてっと。よし。よし。そういうところっすよ。さあせん。あ、サーチライト格納してっと。もっちゅうちゅう。出力いっぱい、トモチャスキークラフト全開。フルスロットル。なんかもがいてんぞ。やっぱ無理だったんじゃないんすかね。アザラシを舐めるな。飛び立つ重力を味方にいつやめれ。これこそがアッザーラシデスの本当の力である。まあ冒頭でスーパー X とか言ってたから飛ぶんだろうとは思ってたが、巡航速度は 48.5m/s、 時速 175km。 アザラシが潜水するのはまだしも、空も飛ぶとか、もうこれわかんねえな。下から見るとスーパー X の名残が見え隠れするっすね。病院までにキロ切ったぞ。着陸用意。もっちゅー、もっちゅずー。こいつ何本足のアザラシなんだよ。前足後ろ足着陸用前輪後輪で8本っすね。タコかな。あとはヘリポートに降りてっと。まさかのグイトール。もっちゅずー、もっちゅー。ヘリポートに着陸。病院に患者を出前してミッション達成だ。潜って飛んでとアザラシ大活躍っすね。まだ他に機能あるけどな。まだあるのか。もっちゅというわけで、燃えた漁船。また燃やされてるんかこいつ。放水機能もあるんすか。放水開始。すぐかな。すぐっすね。チュー、チュー、もっちゅー。レスキューに来たというか、漁船を襲ってるように見えるんだが。大怪獣アッター嵐です。怪獣ではあるがな。ミッション達成。じゃあ、あとは好きにしていいな。嫌な予感。やべじゃーん。あー、意味わかんない。何してんの。ガーアオー。ガオじゃなくて、怪獣から怪獣に。力ゼロビーム。汚い。レスキューゲームで自分から災害を起こすとか意味わかんないっすよ。もちろんチュチュチレスキューしてくれたと思ったら襲撃される漁師たち。完全に理解不能。漁師とめっちゃ目が合ってる。困惑どころじゃないっすよねこんなの。消防隊が消火したと思ったら家に銃撃しだすレベルだぞ。
とどめだ。とどめだじゃなくて、ガオー。ああ。一見が弱。俺ってさ、結構毒舌ってのは自覚してるのよ。うっす。でもさ、こいつらほどヤバいとは思わないんだよな。うっす。強行強行ちょこちょこ強行あざらしい強行もっちじゅうわぁ多分花粉のせいっすよ。満足したから次に行こう。漁船転覆で漁師さん漂流中っすよ。救助ミッションは発生しているか。いや、何も。じゃあ、放置で。もっちじゅう満足してレベルじゃねえぞ。次は北極でミッション受けてみるべ。北上する狂気アザラシが北極とか、里帰りかな。もっちじゅうもっちゅう、もっちゅうちゅう。コマケイコ隊員だよ。オーロラ見に行こうぜ。そして当たり前のように飛行するアザラシ。世界滅亡の危機。あったアラシです。あったアラシです。やってきました北極。ちゅうちゅう。この動物トーテムポールは北極で何をやらかすのか。一緒にしないでほしいんすけど。クリエイティブ編はこれから北極で活動しよう。今回はここまで。続けなくていいよこんなの。ちゅうちゅう。リフティングボディってすっごい。